2024年こそ痩せたいでも、これ食べてませんかゆっくりダイエットしてますか藤田です。今回は、タバコよりも超危険。史上最悪な食べ物紹介をします。実は僕も5年前までは123キロも体重があって、その時にはバクバク食べていたものなんです。実は、あのダイエット食品も太る原因となっていたんです。ただし、使い方によっては、体脂肪を倍速で落とす紙食材となりますから、ぜひ参考にしてみてください。 最悪な食べ物第10位カロロリーゼロの食品食品欲を急上昇させるんです。例えば、コンビニとかスーパーでカロリーゼロの食品や飲料たくさん売られていますよね。僕も大好きで今でも食べます。ただ、これはカロリーがないのに甘いと感じるのが味噌なんです。これには人工甘味料っていうのが関係してきます。この人工甘味料っていうのは人工的に作られた甘味の成分 でカロリーがないいのに甘いと感じるだから体の中では血糖値が上がらないから痩せやすいということなんですただこの血糖値が上がらないことが逆に食欲を上げてしまうんです僕たちは血糖値が上がることによってもう食べなくていいという風うに食欲が収まってきますただ甘いと感じるのに血糖値が上がらないから脳の中では満腹中枢が刺激 されずにお腹いっぱいと感じずにまた違うものが欲しくなって食べ過ぎてしまうということが起こってくるんです実際に WHO が行った調査では人工甘味料をたくさん取っている人は糖尿病や心疾患のリスクが上がってしまうよっていうことが分かっていてこれは人工甘味料が悪いと言っているわけではなくてその作用によって他の甘いものっていうのをたくさん取り過ぎてしまうよって っていうデメリットがあるよっていうことなんです。なので、僕がダイエットの時に上手に使っていった方法は、123キロから100キロを切るとか、少しの間だけカロリーゼロの食品を上手に使うようにしていました。ただ、ずーっと使い続けていると健康なものを食べているはずなのに食欲が収まらないなんていうことがたくさん起こってきましたから、自分の体の状態に合わせて考えてほしいんです。例えば、甘いものが大 好き ただ、和菓子や洋菓子っていうのは体に悪そうだからダイエット中に我慢する。ただ、どうしても甘いものが食べたいという時にカロリーゼロの食品っていうのをうまく使ってもらったらと思います。続いて、史上最悪な食べ物。第9位、冷凍食品。癌になるんです。例えば、最近では忙しい時にレンチンできるお弁当や餃子、野菜などの冷凍食品多く売られていますよね。僕もよく使っていきます。ただ 通常の消費期限以上に持つっていうことありますよね。これが味噌なんです。これには食品添加物というのが関係してきます。食品添加物の中には食感を良くするもの、長期保存できるようにするもの、見た目ではわからないんですが、これらを使っていれば体に悪影響を及ぼす人もいます。2001年の研究によれば、マウスに大量の食品添加物を摂取させたところ、 腸がんの細胞が出現したということが分かっているんですこれはもともと僕たちは食品添加物を食べてうまく消化できるような体にはできていないのでたくさん取りすぎると癌を発症するリスクが上がってしまうということなのでちょっと食べたからダメというわけではなくて毎日毎日続けて冷凍食品ばっかりになってしまうと将来的にはがんのリスクを上げてしまうんだよっていうことなんですだから実際に僕 も冷凍の海鮮だったりとかブロッコリーアスパラなどをよく使いますから本来は生のものがいいんだけど忙しくてなかなか準備できなかったりお金的に厳しいよっていう方は冷凍食品でも問題ないと思いますからこのちょっとがんのリスクがあるよっていうのを知ってるか知ってないかだけで気をつけれるかどうかっていうのが変わってきますからぜひ上手に使っていきましょう続いて史上最悪な食べ物第8位スナック菓子太るど じゃないんです例えば、ポテチとかスナック菓子、たくさん種類売られていますよね。僕はピザポテトだったりとか、じゃがりこが大好きなんですけど、どうしても食べ始めるとやめられない、止まらない状態になるじゃないですか。これが味噌なんです。これには、トランス脂肪酸っていうのが関係してきます。トランス脂肪酸は脂肪の一種で油を使う時にできるものなんですね。多くくの先進国では表示義務だったり注意喚起を書必要が があるんですが日本ではまだトランス脂肪酸の基準値がないんですねで実際にある研究ではトランス脂肪酸取り続けると心臓病や認知症のリスクが上がるというふうに言われているんですこれはトランス脂肪酸っていうのが血管だったりとか脳の中に入ってくるとうまく消化吸収できなくなって心臓の血管が詰まって心筋梗塞になったりとか脳の情報の伝達っていうのがうまくできないようになってしまうから から、認知症のリスクを上げてしまうんだよ。だから、日本人には認知症が多いんじゃないのまで言われているわけなんですね。それだけじゃなくて、このトランス脂肪酸はいっぱい取りすぎると、レプチン抵抗性っていうものが下がると言われています。レプチンは満腹のホルモンというふうに言われていて、脳にもう満腹だよもう食べなくていいよっていう伝えるホルモンなんですが、これをうまく伝えることができなくなって、食欲が止まらなくなるから、 やめらられなななないといい止ままとうう風になってしまうわけなんですねこの脳の状態はどういう状態かっていうと見た目は太っているのに脳の中は飢餓状態と同じっていう風に言われているからどんどん食べてしまうわけなんですよねだからスナック菓子は極力食べないようにしていくんだけど美味しいじゃないですかだから週に1回のご褒美にしたりとか食べる回数っていうのを減らしていったり今ではコンビニやスーパーで 糖質がカットされていたりとか脂質を少なくしているものもありますから少しずつ量を控えていきましょう僕は週1回ぐらい子供と食べるようにしたりとか友達とお酒を飲む時に食べるようにしてますから少しずつ回数を減らしていきましょう続いて史上最悪な食べ物第7位コンビニ弁当カロリーの塊なんです忙しいと簡単に済ませるのでコンビニ弁当すごく便利ですよね僕も元々病院に勤めていた た時は訪問リハビリって言って外に車で回る仕事をしてたんですけどその時にはお昼ご飯パッと済ませないといけないから唐揚げ弁当だったりとかパスタの上に野菜が乗ってるやつあるじゃないですかああいうものをよく食べていましたただこのコンビニ弁当食品添加物が含まれています食品添加物は消費期限を伸ばすために使われているものというのは先ほど紹介したと思いますそれだけじゃなく塩分の量っていうのも多いですから むくみやすくなったりとか、糖尿病、心筋梗塞などの生活習慣病のリスクが高まってしまいます。ただ、なかなか忙しくて避けられないっていうことありますし、自炊ばっかりも大変じゃないですか。だから、コンビニ弁当を食べちゃダメっていうわけではなくて、忙しい時にはコンビニ弁当も便利だし、避けていくっていうことも難しいと思うんです。だから、一緒に取る時に不足するのは野菜じゃないですか。野菜って1日どれぐらいの 量取ればいいか知ってますすかか実はボウルル杯分も食べなないいいいととビタミミン、ミネラがが足りてないっててっっうことが分かっているんですまあまあ量多いですしコンビニでそんな野菜食べれないじゃないですかだから仕事が忙しくて外でご飯を食べることが多いよっていう方はマルチビタミンミネラルなどのサプリメントをしっかり取っていきましょうということなんですビタミンやミネラルが不足してしまうとこの摂りすぎた糖や油っていうのを うまく運ぶっていう役割をする人がいなくなってしまいますから、ちゃんと運んでくれるように、ビタミンやミネラル一緒に取っていきましょう。続いて、史上最悪な食べ物、第6位、加工肉。病気になるんです。例えばですね、ウインナーやハムありますよね。僕も大好きでよく食べていました。これらの加工肉っていうのは、保存したりとか美味しくする過程で、アショウ酸ナトリウムをはじめ、発現性が指摘されている物質を 加える必要があります実際に2010年に行われた研究では加工肉たくさん食べていると心臓病や糖尿病のリスクが上がってしまうよっていうことがわかっていますこれは加工肉を食べた時に実は腸の中では消化吸収するのが大変になっていて便秘気味になってしまったり血流が悪化することで動脈硬化を加速させて病気になるリスクが上がってしまうよっていうことなんです ただ、加工肉って美味しいし、便利だし、朝食で食べるっていうことも多いじゃないですか。そんな時に僕が気をつけている3つのルールを紹介していきます。1つ目、保存料、着色料が無添加のものを選ぶこと。2つ目、一緒にビタミン C を取ること。3つ目、できるだけ低温で調理すること。この3つのポイント、大切にしてください。続いて、史上最悪な食べ物。第5位、炭酸飲料。体をぶっ壊すんです。例えば、喉にガツンとくる炭酸飲料。 好きな人多いですよね僕もコーラとペプシで言ったらコーラの方が好きなんですけどただ大量に飲むと砂糖が含まれてるっていうのは皆さんご存知の通りですよね実際に炭酸が抜けたものっていうのは飲んだらすんごい甘さ感じるじゃないですか実際にハーバード大学から出た研究では1日に1本から2本ソフトドリンクを飲むだけで糖尿病、心臓病、脳卒中、肥満のリスクが全部上がっちゃうっていうことが分かっていますだから 力飲まなないいいいい方ががいいんでですすしじゃかだからそんな時に気をつけないといけないのはカロリーゼロのコーラやペプシーを選んでいったりとかその中にも人工甘味料が含まれているからそれが気になるよっていう方は僕は今ではウィルキンソンの食物繊維入りの炭酸水よく飲むようにしてます。それもこの炭酸水は加工肉を一緒に食べる時に食物繊維を一緒に取っていくことによって腸内環境を良くしてくれる っていうことが分かっていますから今日食べ過ぎたなっていう時には食事の間だったり食事中にウィルキンソンの炭酸水飲むようにしてますからぜひ飲んでみてくださいただ冷たい炭酸水は食欲を上げたり逆流性食道炎の原因になったりしますからそんなにガブガブ飲まないようにしてくださいね続いて史上最悪な食べ物第4位マーガリン血液をドロドロにするんですこれも動画の最初にご紹介したようにトランス脂肪を 酸というのがミソになってきますマーガリンとかバターに含まれるトランス脂肪酸っていうのは血液中の悪玉コレステロールを増やして善玉を減らすから血液がドロドロになって動脈硬化を促してしまうということが分かっていますただ僕もですね朝食パンにマーガリンとかバター塗って食べたりすることも多いですただこのトランス脂肪酸をめぐっては who が2003年に1日あたりのトランス脂肪酸の返金性 腫を少しずつ抑えていきまた、血液中のトランス脂肪酸が多くなっちゃうと認知症のリスクも上がっちゃうよっていうことが分かっているんですね。だから、マーガリンやバターが絶対ダメと言っているわけではないんですが、毎朝パンにバター塗ってとかマーガリン塗って食べてますよっていう方は少しずつその量だったり回数を減らしていく方が体だったりダイエットのためにはいいですよっていうことです。 ことなんですだからその代わりに、全粒粉だったり、ライ麦パンにしてみるとか、パン自体を少しずつ健康な方に変えていくということも大切になりますし、パン食だった人が少しずつご飯食に変えていくだけでも、お腹の中の状態変わっていくよっていう方もいらっしゃいますから、毎日同じものを食べるのではなく、いろんなものを試しながら、体の状態気にしてみてください。続いて、史上最悪な食べ物。第3位、菓子パン。脂肪と等の塊。 な,まりなんです例えば僕と同じように朝食を簡単に済ませたりとかコンビニで買って通勤しながら食べる人っていうのもいらっしゃると思いますただ菓子パンの中には小麦粉と大量の砂糖質の悪い油や添加物多く含まれていますだからご飯を食べながらお菓子を食べてるっていう状態とほぼ一緒なわけなんですよねそのため消化吸収分解するのがすごく大変になってしまいますしビタミンやミネラルを大量に消費してしまうため 体がどんどん老けていっちゃうよっていうことなんですそれに特にメロンパンとかですねパンの周りに砂糖がいっぱいまぶしているものあるじゃないですか美味しいんだけど血糖値が急激に上がってしまいますよねパンをいつの時間に食べれば血糖値が抑えやすいのかっていう研究もあるんですねこの研究の中では8時30分までに全粒粉のものを食べましょうっていうことがアメリカの内分泌学会が発表しています朝食を午前8時30分より早い い時間帯に食べる人は血糖値が低くインスリン抵抗性も抑制されて新型糖尿病のリスクも下がっていたよっていうことがわかっているんですこれどうしてこういうことが起こってくるのかっていうと僕たちの血糖値だったり体のホルモンの分泌っていうのは午前中の早い段階で良好なんですっていうことがわかっていますだからこのホルモンの分泌がたくさんあるときに朝食をとるようにするとメリットがたくさんあるんだよっていうことなんです また先ほどのマーガリンとかのところで紹介したようにパン自体を全粒粉に変えることで苦型糖尿病のリスクが30%減るよっていうことが分かっていたりとか白米とか菓子パンの代わりに全粒粉を食べると糖尿病リスクが下がるよっていうことも分かっていますからやっぱり玄米だったりとか全粒粉のものだったりとか少し茶色いものの方が体にはいいということなんですね続いて史上最悪な食べ物第2ファストフード脳がバー 爆発すす。るんです例えば、ハンバーガーなど美味しくてやめられないですよね。それもハンバーガーだけで済んでたらいいんだけど、サイドメニューもよく食べるじゃないですか。チキンナゲットだったり、フライドポテトだったりとか、僕はマックのシェイクだったりとかですね、モスバーガーのロースカツバーガーが大好きなんですけど、実際にこれらのファストフードで摂取するカロリーを考えた時には、平均1食あたり767キロカロリーと言われているんですね。で、1日の成人の摂取カロリー は例えば2000キロカロリーとするとファストフードが40%近く占めるようになってしまうわけなんですよねだからどうしても量自体は少ないんだけどカロリーが結構多いよっていうことなんです実際にアメリカで行われた研究ではファストフードを週1回利用してますっていう人は心臓病のリスクが高くなってますまたこの頻度が2回から3回に増えるとそのリスクが50%にまた増えるさらに週4回以上になるとリスク80% 11%以上上までで昇すするるとといいうことが分かっているんですねだからやっぱりファストフードを食べる回数が増えていくと体には良くないよっていうことなんです。ただそれだけじゃなくてニューヨークの研究ではファストフード店が近くにあるだけで新型糖尿病の発症リスクが14%も高くなったっていうことが分かっているんですよね。確かにあの匂いだったりとか道路を歩いたり車で走っていると看板が見えたら勝手に曲がってしまうっていうことあるじゃないですか。ダメだと思っていても ドライブスルーでも頼んで、車の中で食べたりとか、仕事場に帰って食べるみたいなこともあるじゃないですか。それだけじゃなくて、今の時代、ウーバーイーツなんてあったら、確実にジャンクフードを食べてしまいますよね。僕は田舎なので、ウーバーイーツもないですし、ピザ屋さんも届けてくれないみたいな。ど田舎に住んでるから、そんなことないんですけど、都会に住んでる方だったら、絶対に便利やし、毎日使うなと思うんですよね。だから、絶対に食べてはいけないとか、一生食べるなっていうわけではなくて、どうしても食べたいっていう気持ち。 気持ちは分かりますし僕も今でも食べるんですねだからこれもスナック菓子と同様に食べるんなら週1回のご褒美にしたりとか他の食事の中で気をつけていくことが大切なのかなと思うんです1食あたりは700キロカロリーぐらいなので他の食事の中で注意していればさほど体には悪影響はないと思いますただ3食食べるとして1食目は菓子パンだし2食目はジャンクフードだっていう風に食べてしまうともう夜ご飯どうしようもなくなってしまいます から 1>, 1食食べたら他の2食で調節をするという風にしていただくだけでもだいぶ変わってくると思いますからぜひゆっくりやっていきましょう続いて史上最悪な食べ物第1位インスタントラーメン脂肪が倍増するんです最近インスタントラーメンの種類すごく多いじゃないですか僕もともと天下一品が大好きなんですけどそれのインスタントラーメンとか出たらもう買ってしまうじゃないですかそれだけじゃなくて僕もお酒飲みに行ったらですねその飲み屋さんに置いているニンニクラーメン ラーメンが大好きなんんでですすよで1回東京にに行ったた初めて二郎系ラーメン食べたんですねあれすっごい爆発力じゃないですか。僕もうびっくりしすぎて全部食べれなかったんですけどこういう風にお酒を飲んだ時に炭水化物欲しくなるっていうことあるじゃないですかこれはお酒を飲んだ時に体の中ではそれを消費しようとタンパク質がたくさん使われていくんですねただ僕たちはタンパク質が不足するとそれを補給するまで食べ続けてしまうっていうことが 分かっているのでお酒を飲んででタンパク質をを使えばどどんんんん食欲が上が上っっててしまうよっていうよいことなんですねそれもお酒を飲んだらこの前頭葉っていう前の脳みそがパニックを起こすので食べていいのか食べたらいかんのかっていう制御が効かなくなってしまいますから今日ぐらいはいいかと思ってたくさん食べてしまうよっていうことが起こってくるんですこれにはセロトニンというホルモンが関係しているよっていうふうに言われていますこのセロトニンは腸から ほとんど出るんですが、食欲をコントロールする作用があって、脳内の神経伝達物質の一つで、ね、別名幸せホルモンと言われているんです。実際に2000年の研究では、お酒の量が多いとセロトニン減っちゃうよっていうことが分かっているんですね。だから、なんて言うんでしょうね。お酒を飲んだらそん時幸せじゃないですか。将来的に来る幸せの前借りみたいな状態がお酒を飲んだ時なんですよね。だけど、その後、セロトニンの量が減っちゃうから幸せじゃなく ななるっていうことなんですだからなんとなく想像するとお酒を飲んだ日はすごく元気だし楽しいなって思うんだけど次の日も二日酔いとかでしんどっていうのあるじゃないですかこれはセロトニンが減っっててるよーっていうことなんですねだから幸せの前借りみたいなな感じなんですよねだからインスタントラーメン食べたいと思った時には大体いいこのセロトニンというホルモンが不足しているよーっていうことなのでこのセロトニンのもとになるような食べ物を食べていけばいいということなんですこの,セロトニンの 元になるアミノ酸はトリプトファンという風に言われていてカツオマグロ乳製品大豆食品バナナなどでこのトリプトファンが生まれてくるよっていう風に言われているんですねだから僕も飲み会に今でも行きますが酒を消化吸収する時にタンパク質が必要やから1時間前ぐらいにプロテインを飲んでから飲み会に行ったりとか飲み会に行った時には刺身とか冷ややっこを中心に食べたりとかあんまり考えずに油もまっかり取ってしまった時には 次の日にはセロトニン不足になっているから乳製品だったり大豆製品とかバナナを中心に食べていくとやめられない止まらない状態を防いでいくということなんですね。で、他にもストレスでラーメン食べ過ぎてしまうっていう人いるじゃないですか。じゃあこれなんでこういうことが起こってくるのかっていうと、マギル大学っていうところの研究ではですね、生活リズムが一定じゃない人がストレス食いを起こしちゃってラーメンなどを食べ過ぎてしまうということが分かっているんですね。だから大体の生活リズム 一定ににしてていいくくととうことも大切になってくるんですだから、史上最悪な食べ物を10個を紹介していきましたが、その食べ物を全て食べちゃダメだったり、すぐ病気になったり、癌になるよっていうことではなくて、ずっと毎日同じものを食べ続けていると、それは病気に一直線に行ってしまってるよっていうことなんですね。僕もダイエットをする時だったりとか、全く食べないようにしているわけではなくて、 ことによって今ででではリバウンドせずににここのの体型っっっってててていいうううを維持すするるとができきようになななままだからら我慢できなくなって食べしたもその食べ物にどんなリスクがあるのかなっていうのをあらかじめ知っておいて食べたらこういうものを代わりに食べておこうとかこれぐらいの頻度で食べるようにしようっていうのを前もって決めておくのがダイエットを緩く続けていくために必要だと思いますからこの動画が参考になったなと思ったら高評価やコメントで教えていただけると嬉しいです他にもこれから寒い時期 回路を張るだけで基礎代謝を上げて痩せる方法だったり食べ過ぎた時の食後の運動を紹介してますから自分にできそうなもの選んでやってみてください最後までご視聴ありがとうございましたそれではまた明日バイバーイ